さっきね、金曜日の分で動画撮りましたけど、今日は何日だ、9日土曜日の土曜日です。で、さっき外出てきて今帰ってきたって感じですね。で、今これから話すことは明日の試合についてがいいかな。まあ明日試合なんで、今日オフなんで、さっきちょうどみんな友達と一緒にIKEA行ってきて、こっちにIKEAあって、久しぶりにIKEA行って、IKEAでやっぱ超楽しいわと思って、でIKEAのご飯食べて、IKEAでお昼ご飯食べて美味しかったです。トルティーヤと、あとなんかIKEAの会員登録したパンケーキついてきて、トルティーヤと、トルティーヤだけでいいやと思ったらパンケーキもついてきたから、ラッキーって感じ。いや、めっちゃ安かった。でもそれで4ユーロとかだから、めっちゃ安い。はい。で、まあ、今日話すこと、まあ、明日の試合の話。で、明日、リーグ戦があって、で、結局僕はもう出れないので、試合には。まあ、もちろん、まあ、怪我の状況はあんま良くないの、まあ、怪我の状況は良くなってて、すごく。ハムストリングなんかも結構良くなってて、痛みもどんどん減ってきてるから、まあ、すごくいいかなと思うし。まあ、どんどんちゃんとリハビリ積み重ねていけばいけるかなと思うし、まあ、来週もしかしたら、復帰できるかもしれない。月曜ちょっと様子見て、練習あるからそこでハードワークしてよければ、まあ、もしかしたら合流できるかもしれないし、そんな感じです。で、まあ、明日の試合、まあ、出れないけど、で相手のチームは順位的にはちょっと高いのかな、高いけど、正直なんかこのコンペティション、テレセーラ3部に関しては、テレセーラに関しては結構どこのチームも同じかなっていうイメージがあるから、まあ、正直そんなに変わんないと思う。まあ、なんとか、まあ、勝てるようにしてなんとか勝ててほしいし、まあ、なんとか勝手に積んでほしいなと思うけど、まあ、ちょっとどうなるか分かんないんで、まあ、終わってないからね、やってもらってないから、まあ、自分できることはしっかりと、まあ、サポートしていきたいなと思うからっていうのはあるけど、でも本当そんぐらいしかできないよね。だから、まあ、鼓舞することしかできないし、外から応援することしかできないから、しっかり応援して、まあ、少しでもいい環境でできるように、まあ、コペラ手伝いじゃないけどしたりとかしようかなと思ってるけど、そんな感じですね。まあ、もちろん、なんとか勝ち点1拾ってもらえればいいと思うし、まあチームとしてはすごく厳しい状況だと思うから、まあ少しでもね、1個の1つでも上の順位に行けるように、1つでも勝ち点積んでもらえるようにしてもらえたらいいなと思うので、まあそんな感じでざっと今日土曜日にやったこと行き合いに来ましたと、明日の試合についてですね、という感想であります。こんな感じで今日人日記終わりたいと思いますので、また明日試合の感想を話したいと思います。こんな感じです。では終わりたいと、今日の一言、人気はこれでおしまいしようかなと思いますので、またよろしくお願いします。怪我は良くなってます。明日ちょっとで復帰できるので頑張ります。ではまた。